これも缶詰、ドライは食べない、食べないし、先生カリカリってやるんだけど自分のお茶はこれ食べない、他のものくれって他のものってないもんちょっとまだ結果今確認したけど、まださすがに水炎の結果は来てないんだけど、そうなんだ、お尻、ごめん、お尻、でもおしっこってさ、これたくさん出てますか？あ、出てます、出てます、はい、今日すごい出ます、昨日も出てます、この時はこれじゃ問題なんだ、吸収してるね、いや、もう高齢だからさ、点滴、あの皮下点滴ってやるんですけど、吸収進行がいるんですよ、24時間で、そうなってくるともう皮下点滴じゃ無理だからさ、人間と同じ血管からやるなんか、でもこの子に血管からやるのってさ、そう簡単なことじゃないような気もするんだよね、だってああいう部屋でさ5、6時間かけて無理だよね、でもだけど本当に吸収しんかったらそれしないと皮下点滴では無理だからさ、まあ、今からちょっと点滴して、うん、で少しだけ流動食作ってみますんで、低脂肪のご飯で食べるかどうか、まあ、食べないかもしんないけど、わかります、牛乳、はい、やめた方がいいですね、うん、まあ、確定じゃないけど膵炎の疑いがすごい強いから、脂肪分がなるべく少ないものの方がいい、基本的になんか素材だけのものを食べないんですよ、素材だけのもの、おささみとか、うん、昨日お魚とかで、素材だけの味付いてないと食べない、ああ、乳製品好きだから、だからって人間のものは食べないんですよね、別に、だから今食べないのはさ、ご飯が嫌いで食べないわけじゃなくてさ、うん、お腹いそうなんね、お腹痛くて食べない、あって、お腹痛くて食べないでしょ、だってそんな、だってこの子ってよく食べる子でしょ、ご飯、食べる、ね、食べるけど、絶対何か混ぜないと食べない、ドライだけでは絶対食べない、なんか歯が効く、痛いのかな、うん、結構こんな口だからさ、口内炎にもなっちゃうんだよね、うんうんうん、あら先生やね、これね、これだけじゃなくて、でもこの歯茎見てもらえばわかるけど、赤いでしょ、うん、あ、そうか、昨日髪渡したよね、はい、もらいました、渡したよね、はい、はい、じゃあちょっと点滴してきますよ、あ、今日そっち向き、今日そっち向き、あんまり市販で売ってるものも食べない方がいい、だから例えば何ですか、例えば市販の缶詰とかちょっと違うでしょ、先生なんか味がワンちゃん用の、そうです、そうです、そうです、それだったらあの手作りフードの方がまだいい、ご飯、お米が、お米かパスタ、炭水化物が1、うん、からお肉、脂肪の少ない、まあ、ささみたいなが、白身の魚が1、それからあと野菜が1の重さで、そういう風に割合で食べてくれれば、あの1対1対1で重さでね、だから 50g、50g、50g、野菜の50って多いですよね、だけどそういう風な感じで手作りフードをやらない、ただしあの塩味と甘い味をつけちゃダメ、また香辛料の方がいい、だからその方がこの子の胃とか腸とかそういうのには優しい、食べない原因は食べ物が嫌いで食べないわけじゃないんですよ、体の調子が悪いから食べれないんですよ、食べたそうなのは催促はしてくれる、そうだけどそこでさ、味のあるものじゃあ仮にやったとするじゃないですか、うん、続かないですよきっと、また腎臓とかね、心臓とか内臓臓器に年の割では割でいいって言いましたけど、まあいうものを豚なんか買ってくるからさから、あとお豆腐とかね、でもその素材じゃ食べないってことでしょ、食べない、やりました、みんな先生に言われたことやってるけど、どれも食べない、食べない、けど、はい、そのことだけはする、はい、ごめん、入りすぎながら、冷たいね、冷たいね、冷たいね、これ痛いね、これは痛いね、痛いね、
ちょっと早めに言ってね、200だけは。待てー。低くなるよ。